スの瞬間に受けてしまう。左足でしっかり右足を上げ、骨盤が安定します。壁をつけて投げる、腕の振りの速さっていうのを出すには切り返しっていうのがすごい重要で、そうですね、一番大事なのはバッターの手前で一瞬ボールが投げに行くときに膝が折れちゃって、ここで受ける、この形が一番力が出る。皆さんこんにちは。今回の動画はですね、 YouTube 登録者数5000人突破記念ということで応募をかけましたところ、多数の応募をいただきました。その中からですね、このマハラ野球塾、勝手に今ちょっとマハラ野球塾と名前を付けましたけども、記念すべき第1号の人に来てもらってます。早速ちょっと呼び込みたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは。何年生ですか？中学1年生です。中学1年生の左ピッチャー、はい、左投手の子に来ていただきました。そして伸ばしたいところ、気になる点というところをちょっと聞きたいんですけども、投げるときに、はい、球がどうしても抜けてしまったりとかピッチングしても浮いてしまうので、はい、そこを改善していると思います。なるほど。リリースの瞬間に感覚が悪いのかな、ちょっと、はい、どうしても抜けてしまう、はい、なるほど。そこをちょっとこう改善したいと。ちょっとキャッチボール、そして、まあ、軽くねピッチングぐらいを見てアドバイスをしていきたいと思います。足を上げるときにこの反動を使うでしょ、はい、この反動を使うというのはすごいいいことで、基本この反動を使うことによって足をこうやって上げなくなります、はい、こう上げるとどうしても頭が前後に触れてしまうので、この反動を使うことによって左足でしっかり右足を上げる。でこの上げるときに左足をポンとついて、で時にここに力、そう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 、ここに力があるでしょ。ぐっとお尻とここのハムストリング、ハムストリングスのところのちょうど境目ぐらいを使ってその反動で上げるようになるんで、この時に骨盤が安定します。骨盤のね位置が安定します。骨盤がこうならずにしっかり立つことができるので、すごいその点はいいとだと思います、はい、で投げ方からしても非常に綺麗な投げ方でしっかり指導されているなという点はすごい思いました、キャッチボールしてて。でちょっと気になった点が、体を上半身ね、上半身投げに行くときにどうしてもこのグラブの方の手、グラブの方の手が一緒に回転してしまう、こういう風な形で回転してしまう。で下半身の使い方とかは全然大丈夫だけども、上がこうやって回転してしまうことによって壁ができなくなる、ね、壁っていうのもいっぱいあって、下半身で作るもの、そしてこの胸がね、よく言われると思うけど胸が開かないようにしっかり壁を作って投げるっていうことをよく言われると思うんだけども、ここから先も結構重要で、このグラブの方の手が一緒に回ってしまうと、これなかなか指先に効率よく伝わらなくなります。一つなんで一回足を上げてもらって、足を上げてもらって出ていきます。でこれを切り返していくときに、こうではなくて最終的にこれがこっちに引くのは全然 OK なんだけど、一瞬まあ止める感覚で練習する。そうすると結局この腕の振りだとかボールのキレというのは、この切り返しでこのねじれがしっかりできて、それの回転でこの腕の振りというのは生まれるんで、はい、その腕の振りの速さっていうのを出すには、このねじれと反対の動きも作らないと。それをどこで出すかというと、この時に一瞬このまま一緒に回るんじゃなくて、グッこっちに、そう、そこで止める、うん、
そこでこっちの力も使う、こっちの力も使わないといけなくて、この切り返しっていうのがすごい重要。グッグッ、そうそうそう、そう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 、そうするとこの左腕のスピードっていうのはさらに加速する。これを一緒に回そうとするとちょっと遅くなる。だからパンチとかでもそうだけど、こっちを引きすぎると遅くなる。こっちをグッて出すと速くなる。こっちは止めないといけないから、一瞬でもほんの一瞬でいいんで、こっちの腕を止めて、で最終的にはこっちに引くっていうのは全然ある。これを一緒に引くっていうのは、この回転スピードっていうのが遅くはならないけども、効率があんまり良くはないっていうことに陥るんで、そこをまあボール持ったり、まあ、家ではそのシャドウをしたりとかで、ね、しっかりその動きっていうのを効率させる。そうすると多分タオルの音っていうのも変わってくるんで、はい、こっちの力も使う。どうしてもこっちにこっちにばっかり意識がいくから、こっちの動き、こっちの作用っていうのもしっかりギュッていう、そう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 、ギュッ、そうそう。でこれが今まだ若干こっちの肩が早く開こうとしてる癖がついてるから、しっかりこれっていうのはここでギュッっていう、本当は止めないですか、そうそうそう、こっちを出してギュッ、そう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 、そういう形でシャドウとかを練習すると、この下半身うまく使った力、そしてその指先に伝わる感覚っていうのも変わってくるんで、ボールに角度が出る、ボールに角度が出るようになると、今度はさっき言ってたそのボールの高低、高いボールが行くとかね、こう座って投げてて高いところにボールが行く、で引っ掛ける、低いところに投げようと思って引っ掛けるとかっていうのが多分出てくるんです。で結構腕をバーン振ると高めにまた浮いちゃう、で操作しようとすると低めに行っちゃうみたいな、そういうのが出てくるから、基本的にはボールはちゃんと手で操作するとか、体で操作する、体で、そう体で、で高めに浮けばただリリースが早かっただけで、その分体で前に、そしたら低めにも同じようなボールが行くんで、手で操作すると棒玉になっちゃう、ちょっとこうボールがね垂れる、で変化するっていうことになるから、角度が出ればしっかりそこを体で操作して低めに高めと同じようなボールを投げる、バーンっていうボールが多分出てくると思う。ちょっとそれを意識してもう一回ちょっとキャッチボールしてみましょう。もう思い切って違った形で遊びみたいな感覚で全然いいから、それを思い切って力を入れて投げようとかするんではなくて、そんなに意識することなく、一瞬こっちもこっちに入れるんだぐらいの気持ちでやってもらったり、投げ終わりっていうのはもうこっちまで来ないと回転してくれないから、ここだけね、はい、一緒に回転しないように、そうそうそう、一回さ投げ終わりに胸に持ってきといて、グローブ野手みたいに、そう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 、それぐらいがいいかもしれないね。練習ではここに、グラブを置いとくぐらいな感じで、マウンドに上がったら絶対力が入るから、余計にこれを振り回すようになるから、そうなると余計にボールがいかなくなる、練習ではそれぐらいで止めておいた方がいいのかもしれない。おー、ナイスボール、 OK、 ナイスボール。じゃあちょっとこっちに来てもらって、どう受けてる感じはすごい、最後のやっぱりその一番大事なのはバッターの手前で一瞬ボールがブッとこうね、伸びがあるボールっていうのがそういうボールで、結局キレとかもそうなんだけど、最終ベースの上でボールがどれだけ勢いよく来るか、ベースの手前でやっぱボールが死んでしまうと、まあ、簡単に打たれるようになる、
そこで一瞬でもピュッと来てくれればファールになったり空振り取ったりとかっていうのができる、はい、今の投げ方だったらしっかり壁ができてるからで角度もついてる。で最終ボールがミットにつく前で勢いよく来てるから勝手にグラブがパーンと音が鳴るよ。で受けてる方もすごい勢いっていうのも感じるし、投げてる感覚ももしかしたら良くなってるのかもしれない。で上の使い方っていうのは今の感じで矯正というか練習をしてもらって、あとは下の使い方を若干ちょっともったいないかな。で気になった点が足を上げます。そして出ていくときに膝がちょっとこう前に倒れる、ね、膝が前に倒れるから投げに行くときに膝が折れちゃってる。膝が折れちゃうっていうことはどういうことかというと、ボールに綺麗に伝わってくれない、力が逃げちゃって。だからそこをちょっとこう直すためにこうやってジャンプします。受けます。スクワットジャンプみたいな感じでドンと綺麗に受けてみて、ドンと力をドンと受けるので、その時に膝を前に出さない、膝ではなくてお尻を出す。しっかりお尻をそう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 で、ここで受ける、ここで受ける、こうやる、そう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 、こういう形で投げに行く、投げに行く時はね、はい、そうあんまりお尻を出しすぎることはないんだけど、こっちに入る感覚、ここでドンってやった時にしっかりグッと踏ん張れる角度、そう、その形が一番力が出る形、そう、その形っていうのを作らないといけないんだけど、どちらかというとこの膝が前に出るから、これで前に出るとやっぱり力が逃げちゃう。で膝がやっぱ折れてしまうから曲がっちゃう、こっちの足が。こっちっていうのはしっかり押さないといけない、こっちはね、ギュッと押さないと。でさっきみたいに膝を前にしてやったら分かると思うんだけど、こう膝が前に出るとこっちにね、まっすぐこっちに押そうと思っても多分ね、そう、膝がしっかりこの上にある方がお尻が後ろにあってグッって出そうが多分力っていうのは入りやすい。そう、そういう風に投げる、ピッチングで。そう、今の形をキープしたままこうやって、そう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 、グッと。で、この形ができてるでしょ、はい、この形ができてて、ここにこう来るのがパッティング、左がパッティング、はい、そう、でここにこれ入る、しっかり。で、これがこう出ると抜ける、力っていうの、はい、膝が前に出る、こう、で、こう、そう、これが一番力が出るポジションっていうのをしっかり自分の中で覚えて、やってみるといいと、はい、その時にいい練習方法として立ちます。で前にチェンチェン、そう、そうやって受ける。でそのままで、そう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 、チェンチェンでグッと出る、いいところで受けて、そう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 、いいところで受けて、こっちはそう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 、そう、もう一回あで、チェンドン、そう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 、バッチリ。今のそのフォームで短い距離もそうだし、長い距離とかも投げたりするでしょ、はい、その時に長い距離に、まあ、なればすごい分かりやすいんだけど、ボールっていうのは正直に悪いフォームだったら変化していくし垂れたりとかっていうのも出てくるんで、ボールがなかなかこう落ちてこない、そうなんですよ、グンってなってボールがシュー伸びながら相手がキャッチする、そういうフォームになればもう一番いいっていうことだから、それもちょっと練習に取り入れてもらって、ちょっとそれで、投げてもらおうかな。じゃあ今のそのケンケンのやつをちょっと、はい、こっちも忘れてた、 OK、 はい、ナイスボール、膝が前に出ようとしてるな、うん、OK、 そう、
垂れないボールね。ビューッと行くボール。オーケー。じゃあちょっと前に来てもらって、さっきぐらい。ピッチャーキャッチャー間どれぐらいかな。もうちょい、もうちょい前だよ。どうも、こんなもん。あ、ほんと。よし。はい、じゃあ普通に。あ、いや、もう普通でいいよ。うん。そういったことをちゃんと継続しながら、家でできることっていうのもいっぱいあるんで、鏡とかね、あの窓に反射する自分の姿を見て、しっかりそのシャドーピッチングっていうところで覚えていってあげるとすごいいいかなっていうふうには思います、はい、下半身の使い方がどうしても曲がっちゃう癖がついてるんで、そこはしっかりいいところのポジションに乗せて出ていく、グッと出ていくっていうのを練習して、この膝がチェックポイントとしてはシャドーの時に膝が前に出すぎてないか、この左膝が折れすぎてないかっていうのをちょっとチェックして、しっかりいいところに乗って、乗ってから前に出ていく、そのままでいい、グッと。で、上はこういう風に回らない、大きく回らないようにさっきの壁を作り、しっかり作りながら、投げる。高め低めっていうのは腕で絶対操作して、体でちゃんと同じ投げ方で早く離れてるのか前で離してるのかっていう違いだから、それはしっかり体でコントロールする。低めにも高めと同じようなボールを投げ込むようにする。それはどこかといったら基本は下半身の使い方、それとボールの角度、キレというところで言うと、やっぱりこっちの反動の力、逆の力っていうのを利用して、で試合になって思いっきり力んでこっちに帰ってくるっていうのはもう全然 OK だから、練習は無強制という、捉え方でね、しっかりそれを反復練習してもらって今後の練習に生かしてもらおうと思います。誰か参考にしてるピッチャーとかはいるの？左ピッチャー。工藤。おお、なるほど。もうすごい綺麗な投げ方で。なるほど。工藤さんとか特にこっちの方の左手の使い方っていうのは多分綺麗な使い方をしてる。今はね、ここからすぐにこう持っていったりとか、すごいちっちゃくしてとかっていうのがすごい多くなってきたけども、やっぱりその怪我をしないとかっていうところで、まだ中学1年生だし、骨も筋肉もっていうところで考えるとまだまだ成長段階なんで、そういった綺麗なオーソドックスなピッチャーを理想としてやるのはすごい重要なこと。一度そういう自分の理想とする人のピッチングフォームっていうのを参考にしてみて、手の位置がどの辺から降りていってる、どこら辺まで上げてる、で、ももの前なのかこっちなのかっていうのをやってみると、タイミングがすごい合う時が出てくると思うので、それはね、これはね、本当人それぞれなんで、感覚は自分に合ったフォームっていうのをしっかり、で、一番ダメだと思うのが、こっちを気にするのがダメだと思う。やっぱり手を気にしてしまうと全部がバラバラになるから、
もう基本は上っていうのはついてくる、大雑把にさっきみたいに感覚こっちを閉じるとかっていうのは全然OK。でもこっちを気にし始めるとピッチングっていうのはちょっとよっぽど基礎が身について、自分のピッチングが身についた人であればこっちの使い方っていうのを気にしたりとか、指の使い方とかまで気にしたりとかできるようになるけど、今の段階であればしっかりとその体の使い方っていうのを覚えて、なるべく利き腕は意識をしない、で一回思い切ってその下半身の使い方とかを変えてみたりとかすれば、こっちのタイミングも絶対変わってくるから、しっくりくるのが絶対見つかると思うので、そこはちょっと一つ覚えておいてほしい。こっちのタイミングを変えるんじゃなくて下のタイミングを変えていく、とか頭の残し方、そのままガンとぶつかっていくのがいいのか、そのまま頭を残しながらいくのがいいのかっていうのは、きっと多分タイミングが合うやつが出てくると思うので、それを自分で見つけてみてください。そしたら多分こっちを変にします、ね、こっちで覚えちゃうと長く残んない、すぐまた忘れてっていうことになるから、なるべく大きいところ、下半身の使い方、上の使い方とかっていうのを意識して、こっち側の、ね、体幹っていうのを意識してやる方が体にも頭にも残りやすいんで、それをちょっとこう意識してもらうといいかな、はいはい、と思います。ここまで記念すべき第1号の野球教室という形で取り終えました。今回はですね、左ピッチャーの中学1年生の子でしたけども、まあ、本人が聞きたいこととしてはボールが高めに行きますと、低めに投げるためにはどうしたらいいですかということだったんですけども、まあ、本人はいろいろ多分指導を受けてきてて、聞けば強豪校のところですので的確な指導を受けてる子だなという印象を最初は持ちました。で、しばらくやっぱり見るとね、下半身の使い方であったり上の使い方っていうところがまだまだこれから伸びしろがあるなというところを思ったのでアドバイスをさせていただきました。このようにまた違う方、どんどん続けていこうというふうに考えてますので、皆さんこれからもどしどし応募の方をよろしくお願いします。